相川大樹って言ったら、この辺りを仕切る暴走族の幹部候補とか言われている男、喧嘩が良くて、かっこよくて、愛想が良くて、女の子に優しくて、ってまさか、まさかの本人でも、同姓同名て、あたしの願望も捨てきれない。あたしにとって、どちらかというと、その方が都合がいい。んどうしたみう 固まるあたしの目の前。ひらひらと揺れる大気の手をぼんやりと見つめながら、あたしはようやく口を開いた。相川大輝ってドラゴンの幹部候補のなんや、やっぱしてたんや。いやあ、俺っちも有名人やな。信じたくない。